さあ着きました、境港駅ね。案外距離ありますね。お、どこに名所案内、そっか、水木しげる道路はね当然知ってましたけど、他にもいろいろあるんですね。ただ海上発信、ああこっちか、すごいよね。なるほどな、へえ、やっぱ国立公園になってますもんね。あ、いいですね、結構利用者さん多くて、で途中に高校があるのかな、その兼ね合いで学生さんがわーっと乗っとったんで、まあ夏休みであの量やったんで、多分平日やったら多分4両全然いりますよねっていうぐらいがっつり乗るんちゃうかなっていう感じでしたね。なんとかね、駅員さんとか運転手さんがなんかお客さんに声かけてたり何かなと思ったら、多分今こっち側で頑張って撮ろうとしてるんですけど、逆光で眩しいんで反対側の方なんか綺麗に撮れますよみたいな案内だったんですよね。そういうのいいですよね、うん、おー、ちょっと普通に観光してますよ。いや、いいですね。思いっきし、あ、そう、ちなみに泊まったところも何だったっけな、漫画ロードやったっけな、漫画会館とかっていう、なんか、あ、漫画ミュージアムや、ってなっておってっていうところになりましたね。で一応うちの目的はこれですからね。やっと来た、ターミナルってことでね、一応あくまでこれが見えますかね。あれ、あ、そう、あ、これをお願いしたいんですけど、はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。あ、北郎になってんだ、へえ、接車できてるね、へえ、知らなかった、境港北郎バージョンになってるんですね、へえ、こんなところに夜中から乗らなくてよかったな、逆にわざわざ五島まで歩いた甲斐ありましたね。すごい。で、この先に北道路、水木しげる道路か、あのそっちの方ちょっと暑いですけど、まあ、ちょっと歩いていきましょうか。大きな方行っちゃったらもう今日何して、なん今日は絶対帰らないとまずいですからね。すごい、あ、そうってのこれ今境港で押してもらいましたけど、普通に米子から乗っとったら米子の改札のところで押してもらうんで、米子駅ですからね、ここに着くんで、五島駅から乗ったんで、たまたますけどね、あの知っとってやったんじゃないんで、ラッキーってなるとかなり記念感出ますからね。ちょっと頑張って乾かしてで、売店とかもあって広い、よし、でここからちょっとブラッと駅前散歩していきましょう。ってことはね、港がメインですからね。しこっちはフリーターミナルだから、ちょっと涼しいところに行かんと、またカメラがヒートアップしちゃう、涼しそう、
ごいな。徹底してきたろうなんよ。売店はただまだ開いてないか。朝結構まだ早いもんな。言うて9時前ですからね。8時50分。で、ここも全部売店のあれなんですね。で、こっちはフェリーか。切符売り場で、そう、沖縄島の方に行けるですもんね。いくらぐらいな予約で、2等で3500円で行けるんや。なるほどね。いいなぁ、こっちの方とかも。次はちょっと時間作ってとか、米子の街も相当全然見応えある感じでしたね。2階は何があるの、眩しい、すごいな。まあ、言うて動画ではカンコレとかそっちの方でのやつの聖地巡礼が上がってるのかな。まあ、それ以外だとね、結構京アニ系の聖地巡礼とか、あ、エアの聖地巡礼した時のやつはもう10年以上前のやつですけど、アップロードが、公開されてると思いますけど、いや、ここまで徹底してるところは初めて見たな。すごいな。今まで徹底してるなと思ったのはどこだろうな。あー、すごかったのはあそこ、京葉とかもね、相当、豊浦でしたっけ、あそこなんかもね、あの施設丸ごと、ほぼほぼもう京葉一色になっておったりとか、あとは一色っぷりでいうとあそこか、画像残っとったら出しとこうかな。あれ、どう、なんだったっけ、中二病でも声がしたいの、聖地になっとった学校の、廃校跡のところがあって、そこなんかもね、徹底してもう校舎全部、中二病モードにしてあったりとかね、なっておったのがありますけど、確かサバドやってる俺の絵が、そうだ、あれキッシーさんに撮ってもらったんだ。そうだ、考えてみたらそれその時からの付き合いだもんな。あ、その時からでもないか、もうあの時 で会って10年ぐらいだったかな。ですけども、ここまで施設徹底してるのはすごいわ。で、何し道中の駅も全部ね、北のモードになってますしね、すごいわ。で、あ、水木しげる記念館は9時半からまだね、あれなんでね、ぐるっと回って、そう、これはもう単体でこれ用に絶対来た方がいい。またあっ、こっちが妖怪倉庫になっておいて、へえ、なるほどな。いくらって、あ、一緒か、なるほどな。エレベーターもあるし、トイレも綺麗やし、そうや、ちょっとトイレ行こうか。